万葉集、覚えることがめんどくさい、松井塾です。さあ、始めていきましょう。今日は万葉集という形になってくるわけなんですけれども、万葉集って何ですかって、さっきやった私のように五七五みたいになってるのは、これ俳句になりますけど、五七五七七で、まあやって、まあ要するに、日々のこう、なんていうんですか、思いついたこと。まあツイッターなんかと一緒ですよ。ツイッターみたいな。おつみたいな感じで書いてるやん。みんなでもガチャ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 って言って、どうでもいいことつぶやきやがって、今日食った飯がうまかったとか、どうでもええやんけとか思うんですけど、まああんな感じですよ。だからツイッターの、要するに、ローカル版って言ったらなんか、昔バージョンみたいな、どうでもいいことをこう書いてね。で、なんか言ってこう言ったら、お前深いなーとか言ってアホみたいな、こう、文化が根付いているというふうな形です。だから今で言うところのツイッターなんかっていうのも、実はまあ万葉集からまあ派生してきているという形に。はい。で、万葉集にしろ、百人一首にしろですね、覚えるのクソめんどくさいっていう人いるんですよ。いや、覚えるのクソめんどくさいに決まってるんですよ。ね。皆さんよく考えてくださいね。どこの世界にね、このクソ忙しい現代にですよ。木見て美しいとかね、桜見て咲き誇って散ってる姿見たら美しいと、お前アホ女やっちゃう話ですよ。思うんやけれども、まあ、出るから。つまり、今の我々だったら、まあ、モンハンをやったり、YouTuber 見て、YouTube 見たり、Twitter でしょうもないことつぶやいたりっていうブームがありますけれども、それの要するに現代版じゃなくて、奈良時代バージョンだったら、万葉集っていうのがあったわけです。で、その要するに多分、これ何百万とつぶやきがあるわけですよ。何百万つぶやきがある中で、特にえりすぐれた素晴らしいしょうもない作品が、あ、失礼言っちゃった。4500首選んだのが、万葉集という形になります。はい。まあ、しょうもないの。4500もね、よく集めたな、というふうな形になるわけなんですが、それが万葉集という形になります。よろしいでしょうか。まあ、しょうもないブームがあったわけですね。はい。というわけで、本日で奈良時代が、終わりますという形になります。またね、時間がありましたら、別の時代について、またアップロードしていきたいな、というふうに思うんですが、もうすぐ夏の講習会が始まりますので、夏の講習会期間中はさすがに動画をアップするだけの、余力と体力はないので、また夏の講習が明けたら、まあ、撮っていこうかな、というふうな形になります。はい。それでは、本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。